はい、ということで、浅香台駅、浅香台ですね。浅香台で、武蔵野線だと北浅香にいます。今ちょっとざっくりこんな感じです。で、反対側に今ラーメンちゃんがいますけど、はい、場所を変えてこれからまた応援演説っていう形で、まあ、あと、まあ、スピーチここの辺で始まりますけど、今日は応援に来ていただいているライター山本さんと、そしてね、今回初めてその政治活動に応援入るのが今回僕は初めてなんですよ、はい、なので、ちょっと緊張しておりまして、いきなり黒川君に、そもそも演説やるよねみたいなまあ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 別にやれって言われたらやりますよ、まあ俺ポスティングだけかな、ポスティングっていうかこうチラシだけかなっていう風な感じだったんだけど、まあ、それはね言われたらすぐやる僕ちゃんなんで、今日演説っていうか、まあ、僕の問題、提起してるものを話し、そして言えば託すっていう形でね、富山さんに、バトンを渡すっていうか、ね、窓口やってほしいなっていうことの思いで今日やりましたけど、ちょっとね今ね山本さんとね話してて、はい、ガーシーの俺がアンチだったっていうなんか話あったじゃないですか、アンチかと思ってた、アンチだと思ってどう思ってたんですか。いや、俺思いっきりアンチだと思ってたのかな、思ってて触らないようにしてたまあまあまあそうなんですけど、うん、アンチっていうよりも、うん、もともと時系列で言うと、うん、ガーシーを知ったっていうのは、うん、立花隆なんですよ、はい、で立花隆とのウォッチングがずっと長いものなので、うん、もちろんそれでいきなり去年の2月か3月ぐらいに、2月17日ですかね、YouTube 始めてガーシーが、うん、で3月ぐらいの半ばぐらいに立花が動画を撮ったんですよ、はい、なんかすごい人がいるみたいな、うん、でみんなチャンネル登録みたいな感じで、ガーシー暴露してる、なんか俺が NHK 時代に暴露したのと、暴露っていうかその内部告発したのとなんか似てるな、だからなんかアクション起こしたじゃないですか、はい、参議院選挙出ないか、でその時に関心僕持ちましたし、で山本さん芸能ね、はい、詳しいじゃないですか、俺全然超疎いんですよ、はい、全く好きな芸能人って言われても考え、まあアーティストは長渕剛さんですけど、はい、好きなアイドルって言ったら深田恭子しか出てきません、はい、僕はちょっと不可教ダメなんですか。ダメです。逆境めっちゃ可愛くないですか。いや、酒癖が。あ、そうなんですか。最悪。そんなのが、そういうなんか情報もいろいろ知ってるんですか。はい。じゃエンタメ映像チャンネルなんかも結構詳しいですね、あいつも。エンタメさんは、うん、僕が現役時代書いてた時の、うん、フラッシュの、担当の人がいたんですよ、増田さんっていうデスクが、うん、はいはい、でその人の下でやってたんです。なるほど、ね、あ、ごめん、フラッシュって言っちゃったピーやらないからね、これね、俺もう一発撮りだから、まあ大丈夫でしょうね、大丈夫かな、ねえ、江戸ちゃんごめんね、みたいな、まあ、で、まあ、詳しいじゃないですか、はい、結構で、俺もその芸能人ってそんな全然詳しくなくて、はい、で、ガーシーから多少この芸能界を知るようになったんですよ、はい、で、なんで知るようになったかっていうと、立花が参議院選挙で、まあ、候補者として出した、はい、で彼が参議院に出るみたいになると、やっぱり何でも僕知りたいっていうのが欲があるんですよ、はい、なので、まあ、その芸能界のことをいろいろ知るようになったのも彼のバックグラウンドだったりとか、はい、それこそジャニーズとか、キンプリって何、キンプリ、俺もよく知らない、キンプリとか知らないぐらいだけど、あ、キンプリってそういうなんか、なん、あ、そうなんだとか、最近そんなのもう覚えたぐらいなんですけど、そのガーシーのそのガーシーが選挙に出るっていうことで面白いじゃないですか、はい、東谷さんの喋り方とか大阪弁で、で引き込まれたんですよ、はい、すごいこの人喋り面白いなって、やっぱり僕も YouTube 結構長くやってますし、はい、でやっぱり自分も喋るのがまあ売りみたいなもんがあるんで、すごくなんか学べる部分が多いなっていうことで、ファンっていうかちょっと今日関心すごい上がったんですよ、はい、なんかこの人どすごい引き込むものなんか持ってるな、喋り方で、そのまま、まあ、YouTube でその選挙に出ずにそのガーシー のチャンネルでやっていただければ俺はすげえなんか応援したいなと思ったんですよ、はい、でも選挙に出るって言い出しちゃったんですよ、はい、で立花って今まで人を利用して、うん、
切り捨てるじゃないですかっていうのを、まあ、多分知らないですよね。全然知らなかったです。俺それ知ってるんで。全然知らなかったです。あのドラゴンボールの世界でいうと、俺例え話で言うとセルなんですよ、はい、要は自分が栄養分をこう吸って相手を引き下ろして自分が強くなるみたいなのをずっとやり続けてきてる人間なので、利用するっていうのが分かってたので、ガーシーも利用されて結局収益が剥奪とかいろいろなるんじゃないかなと。でやっぱりそのガーシーの色、そのカラーがなくなっちゃうのが嫌だなっていうのがあったので、去年の5月ぐらいにガーシーさん向けに動画何本も上げたんですよ、はい、橘に利用されて終わっちゃうからやめてくれって、うん、あの本当収益剥奪されたりとかチャンネルなくなるかもしれないよっていうことをずっと訴えかけて動画出してたんですよ。でツイッターフォローしてたんで、ツイッターにリプして、で動画とかもリンク貼ってたんですよ。で橘がドバイに行ったんですよ、はいはい、でドバイに行ってコラボした時に、はい、僕の当時アンチだったジョージ・ウィリアムスってやつがいるんですけど、はい、スーパーチャットでサーバーたかしをどうにかして、サーバーたかしをどうにかしてって、こうチャットで俺のことをなんとかしろなんとかしろって入れてたんですよ。それを拾ってくれたガーシーさんが200円くらいのスーパーチャットですよ、はい、でもすごい優しいですよね、うん、200円くらいのチャットでもちゃんとガーシー読んでたんですよ。っていうすげえなとそれも思ったんだけど、たくさんのチャットの中で。でサーバーたかし、ん、あのタイムラインのおっさんか、めっちゃ嫌いやねんって言われちゃったんですよ俺、うん、で俺はやっぱり立花隆に利用されて捨てられちゃうっていうのが分かってたから、やめてほしい、ガーシーの色なくなっちゃうから、だからそういう動画も上げてタイムラインにも載せてたって経緯があって、でガーシーが、まあ、認識あったわけですよね、はい、そしたらタイムラインのおっさんか、めっちゃ嫌いやねんあのおっさんみたいなこと言われたんで、それはだって立花に絡まないでくれってこうずっと言ってたのに、嫌いって言われちゃったらアンチになります。まあそれはね、喧嘩売られちゃってるような人だからね。そうなんだ、おっさんにおっさんって言われちゃったやつ。まあまあ今いいけど、俺も別におっさんでも、でも俺よりも年上でしょってガーシーの方が、うん、でもおっさん、まあ大阪弁のおっさんはまあいいのかなと思ったんだけど、でアンチになったんですよ、うん、でそれこそ N 国党で当選すればそれはアンチになりますよね、うん、だって N 国党ってはっきり言って、立花率いる愉快な仲間たちは害悪でしかないし、無駄な税金だし、公金徴収システムをこう立花の思うがままにやるっていう、そのオナニ党と何ら変わりませんから、だからいち早くね、消していきたいと僕も思ってますからね、はい、そうするとガーシーが当選後にやっぱりアンチになって、でチャンネルがバンクだって、ザマーとか、それはやりますよ、さんざんと。でもガーシーが帰国できないところの立花に利用されてるとか、それこそ逮捕、成田空港で逮捕されてっていうところ見て、結局俺が言ってたことがまんまになっちゃう。利用されて最終的には一人だけ責任を負ったガーシー、東谷さんみたいなもんじゃないですか。かぶせられました、ね、かぶせられて、はっきり言って。でね、だから僕は正直な話、もっと俺に影響力があって、うん、ガーシーを止められることができたらよかったなって逆に今後悔してるんですよ。当時その去年の5月に動画を上げて、もっともっと自分に力があればガーシーを止められることもできたかもしれない。少なからず俺の話を聞いてくれてたかもしれない。なんて言ったら立花のことをずっと知ってるし、立花ともね、今実際裁判もするぐらいですから、立花が相当ね、一番、まあ、嫌ってるような人間ですから、うん、彼の弱点だったり、その悪いことだったり、いろんなことを知ってるわけですよ。そういうことをガーシーに伝えることができたら、ガーシーも思いとどまって選挙に出なかった可能性もあるわけですよ。そうですね。そしたら、うん、ガーシーは未だにドバイで発信を続けられてたかもしれない。うん、もちろんその BTS で詐欺容疑かどうか分かんないけど、 BTS の絡みで海外逃亡したと。でも今の時代背景、そういう YouTube で収益得て、それでお金をね、あの返済できて、まあある意味そのお互いにその被害者と被疑者の関係で、あの和解が進んでればね、非申告罪、詐欺罪は非申告罪ですけど、まあ起訴されたとしても執行猶予で済んだのかなと。あんな長期の交流もなかったのかなって、で堂々と日本に帰れたんじゃないのかなってすごい思うんですよ、はい、立花に利用されてなければその程度で進んでたと思うわけです。だからそれを俺がやっぱり力がなくて止められなかった、そして
ガーシーの裁判とかを見に行って、やっぱりその逮捕とかっていう、あの、ね、裁判所でも山本さんと一緒に会ってますけど、はい、すごくなんか責任っていうよりも自分の力のなさの不甲斐なさっていうのをなんかすごく責任を感じているっていうのが今の僕の現状で、ガーシーのじゃあファンかって言ったら別にファンでもなく、ぜぜひ聞いてみるから、当時は好きだったけど、興味はあったけど、好きというより興味があったけど、でも立花に利用されて結局ガーシーだけが悪者扱いみたいになっちゃったっていうところに、何かこう責任があるから、最後までガーシーのそのなんて言うんだろうな、あの裁判結果も含めてちゃんと追って完結していきたいな。でもし、まあ、可能であればガーシーがいずれそのシャバに出て、まあそのね、あの実刑、あの要はその実刑なのか執行猶予なのかこれは分かりませんけど、でももしその SNS が使えるような時代が来たら、なんかコラボもしたいなとか。ただ僕、うん、思いますよ。まあね、まあそうなればいいけれども、うん、あの前回の、うん、あのほら僕生でお母さんの発言を、ガーシーのお母さんの発言を聞いちゃってるから。そうだ、ね、そうだ、そうだ、第2回で、そうで、まあ、お母さんがその怒ったガーシーを見るのがすごく嫌だったって言ってるわけ。ああ、蓋をするっていうね。そう、うん、だからあのお母さんの声を生で聞いちゃった以上、僕は悪いけれども、ガーシーがあの、まあ、政治に出ることも反対するし、うん、あの配信者にもやることも反対します、うん、やっぱお母さんを悲しましたらダメですよ、ガーシー。あとファンも絶対これあの、ね、ファンが煽るってことは、うん、じゃあガーシーのお母さんの気持ちをお前ら考えてないのかっていう話になってくるから、いつまでも夢見てんじゃないよって俺は言うわけですよ、うん、確かにお母さんのこと思えばね、はい、だからでも、もしね、かあの僕があの叶えられる、もし叶えられるんであれば、うん、そのね、その映像に出るとかじゃなくて、そのオフでね、オフで会って、うん、ガーシーにこういった思いでガーシーに訴えて、あの動画作ってたんですよと。ガーシーにその当時の気持ちと今の気持ちを照らし合わせて、うん、僕が伝えてたことっていうのを、うん、まあ、そのジャッジしてもらいたいんですよね、うん、っていうのはやっぱりガーシーのそのポテンシャル、その動画の回すポテンシャルだったりとか、その話し方とかっていうのを見てすごく魅力的だった人が立場に利用されちゃったわけじゃないですか、最終的に、うん、使い捨て北海道みたいになっちゃったじゃないですか。だからガーシーにその思いっていうか、その話を聞いて正直な話を聞きたい。で俺はその聞いた答えを動画にするっていうか、ガーシーの声ではなくて、まあ、代弁者という形でガーシーからこのように聞いた、結局こうだったっていうことを完結したいっていうのはあります、うんうん、やっぱりね、うん、会って腹を割って話するって、うん、やっぱりねある、すごく、そう、あちゃんと会って、うんうん、目と目を突き合わせて腹を割って話したいっていうのはね、やっぱり俺も思ってるから、みんなそう思ってると思います、うん、だって、うん、俺はもう多分当時ね、うん、去年の5月頃にガーシーがそのツイッターで、俺も影響力を持ちたいと思ってんだよな、その影響力を持とうと思ってるんだよね。だけど俺、こんな俺が参議院選挙に出るかどうかみんなどうってアンケートやったんですよ、はい、ツイッターで。そしたら出るなが6割、出てくれが4割だった。だけどガーシーはその民意を無視して結局その4割にかけちゃった。あの時に本当に止められれば、だってすげえ、なんだろうな、なんかね、あの当時あの時のツイッター上げた時に反対して動画を多分上げたのは俺ぐらいしかいなかったね。動画を上げて、まあ、この動画のリンク貼っときますけど、ガーシー家って5本ぐらい動画上げてます。でそのなんで立花にこう引っかかっちゃうんだろうなって、表面しか見てないから
だ血液と同じなんですよ。血液古くなったらおしっこになって消えていくわけじゃないですか。消えるじゃないですか。でもサーファーさんがずっとやってきた活動は、うん、今になって現実的に身を結んだわけでしょ。やっぱりガーシーが利用された、うん、じゃあ他の要はまあぶっちゃけ言うと、あの私人体保険の健三君に会いたいって今立花アクションを起こしてるわけですよ。でも健三君からは袖にされてるわけですよ、うん、もういいように使われたくない、うん、私人体保険、うんうん、で、まあ、コロアキは逮捕されたけれども、うん、残ってるメンバーって俺大体友達なんですよ、うん、展開中も来てるし、うん、だからもう一切シャットアウトします。もう立花のために、うん、その要は繋いであげようっていう人間もいないんでしょうね。てかもう二度とね、うん、あの本当ガーシーみたいに同じような人を作っちゃダメだよ。そう、もう立花いいように利用されるだけだし、本当あいつ人間じゃねえから、俺からすると本当に人を簡単に利用して、あのガーシーがさ、だって6月4日に成田空港で逮捕されて約3ヶ月間近く拘置所生活、留置所、拘置所入れてね、そして第1回後半までもうげっそりしたでしょ。ほんと辛いと思うよ。俺だってあの留置所っていうのは渋谷署で3泊4日っていう経験ありますよ。ちょっとしたあの水かかって暴行罪っていうことで現行犯逮捕された。あの中にずっといるなんてもう想像できないし、だけどガーシーがその中にいる中で立花何やってんの、バーで店長して楽しそうにやったり、ホリエモンとゴルフ行ったりって、お前何なのって。ガーシーがすげえ辛い思いしてんのにお前だけ何やってんの、うん、だからもう立花にもう二度と同じようなガーシーと同じような人を作っちゃいけないし、紹介もしちゃいけないし、やつに協力しちゃダメなんだよ。そう、これは本当ね、声を見せて発信していかないとまた同じことが繰り返される。そして来年のね、あの東京都知事選挙、そして2025年には必ず行われる参議院選挙と衆議院選挙がある。衆議院は解散があればね、その2024年にあるかもしれないし、それは分からないけど、でも2025年のことを彼は言ってるわけ。そして彼には力がない。小金市長選挙で678票というギネス級の数字を叩き出して、他が1万票取ってるのにもかかわらず、彼の力では彼で票は取れない。そうすると彼はどうするか、有名なインフルエンサーを使おうとする、起用しようとする。そう、その中で出てるのは DJ 社長だったりとか、ヒカル君だったりとか、いろんな名前が出て、まあ、そう、ガーシーもそうだけど、その私人逮捕系 YouTuber のガッツチャンネルさん、収益化剥奪ですよ、あれ、うん、彼は。だけど彼の動画見ましたけど、収益化剥奪されても、この活動はやっていきます。で、彼、政治団体立ち上げるっていうふうに言ってましたよね、うん、ガッツチャンネルさんは。まあ、今度、あの島内君の風神出るんで。うん、なんかすごく、なんか、最初なんかこう、結構、あの、なんだろう、あのハキハキっていうか、なんか変な人には見えないんですよね。うん、なんか真、まあ、真はあるのかな。風神に来ればいいんですよ。うん、風神に出場するんで。呼んでくださいよ、あの風神に、あの徳島おにぎり君とか、柏の、あの来るわけないでしょ、ヘタレなんだから。ゴーモー君と、それかあの立花。そしたら俺やります。無理無理無理来るわけないじゃないですか。来るわけないか。来るわけないか。まあでも、まあちょっと置いといて、ああそのガッツチャンネルさんとか、狙ってるのは分かってるんですよ、立花が。やっぱりその私人逮捕系 YouTuber だったりとか、あとその、まあ、暴露じゃないけど、そういうそのあのなんだろう、マルチ商法とかに潜入するっていうその人たちとかにアクションすると思うんですよ、もう多分させませんか、うん、で本当にもうこの動画見てる皆さんは立花にね、もうこれ散々ガーシーがああいうになってしまった、そしてこの動画を見て、ね、あの皆さん拡散してほしいのは、まあ、もう考えて拡散してほしいんですけど、ガーシーがああなったっていうのは事実分かってるわけだし、特にガーシーのファンのガルーの皆さんはやっぱりね、あの同じ人を作らないっていう思いでやっぱりあの発信してほしいかな。立花がもし動いたら、立花が動いた相手、当時は俺ね、YouTube で一人だったと思う、はっきり言って、ガーシーやめてくれって言ったのは。だけど、今、個々に YouTube だったり、SNS 媒体が持ってるわけだから、もし立花が、
アテンドっていうかその人にアクションを起こし始めようとしたら、その人に立場で利用されて終わっちゃうよ、ガーシーみたいになっちゃうよ、内ゲバみたいになって黒川くん散々叩いてこうなってるよ、今まで彼に一緒に共にして行動してきた人間に対して裁判をちらつかして裁判実際やってるよ、こんな人間に協力するようなことは一切ないよっていうことを本当に言ってほしい、そうしないとまた生まれるよ、同じ人が生まれるよ、生まれる、だから本当にガーシーが今回の件でね、やっぱりガーシーだけがああなっちゃったけど、本当に支持者が煽っちゃって、特に全く知らないから立花ってうまいから、そういうところ昔から知ってる俺らとかはいいんだけど、表面しか見てない、インターネット表面しか見れないから、意外とそうするとガーシーじゃない立花がその甘い言葉でそのお金を3億円あげるよって、ね、ガーシーにだってまだお金払ってないじゃないですか、うん、だって言ったりして政見放送で宣伝できるとか甘い言葉で使えるから、今後もその時に自分が支持してる応援してる、ね、人、その YouTuber だったり、まあ、その有名著名人が立花からアクションがあったら言ってほしい、あいつは利用してるだけだから絶対目でガーシーのようになるからって、このワードは入れてほしいかな。まあうん、我々黒川チームもいろんな人間、うん、新しい人間が仲間になってきてるんだけれども、うん、会う人と会う人にちゃんと今の言葉は伝えてるんで、うん、大丈夫です、もういいように使い捨てされるだけだから、そう、うん、本当ドラゴンボールの世界セルですわね、マジで、うん、まあ正直言えば僕もちょっと仲間金持ちの仲間何人かいるんで、うん、立花さん呼ばなくていいよみたいなこと言ったら、うん、いや黒川さん今だけの話ですよ、 もうあいつは利用するだけだから面倒くさいからほっとけって言われてましたんで、もうね、いいように使いすぎにされたらね、100倍にして殴り返すわけですはい、我々はでもね、本当にさっきの言う血液じゃないけど、はい、血液のようにこうじゅんぐりじゅんぐりしてるんですよ、要は立花のことを知らずに立花さん面白いなって近寄るのみんな、うん、でそこから一緒になるんだけど、うん、立花見てればわかるでしょ、フル株ほぼもういないでしょ、みんな逃げてるでしょ、うん、だから黒川君だって幹事長もやってたと、 N 高校で幹事長もやってた、でも離れてるでしょ、みんな離れてるよね、それこそナンバー2の大橋正友だって離れてるよね、離れるんだよね、だけど入るんだよね、の離れるの繰り返しなんだよ、だから最終的にその強い、なんつうのかな、この強い絆っていうか、立花とそういう強い絆で構成されてるわけじゃなくて、薄っぺらい土台も何も足場も何もないような本当にハリポテだけの組織だから、すぐに内ゲバにもなるし、今のお家騒動、大津彩香含めたお家騒動もそうだけど、本当に簡単に崩れる、して崩れたら何が起きるか、立花の常套手段である裁判、裁判をちらつかして提訴してスラップ訴訟、めんどくさい裁判、訴訟を自分で本人訴訟でやるもんだから、で訴訟もね、あいつ自分で作ってないと思う、あれ誰か、まあ、名前言わなくていいんですけど、大体もう分かってるからね、はい、俺ね、ここ言っとくけど、立花に協力して訴訟を作ってるやつね、名前が分かったらとことんやっかんだ、それだけ言っとく、名前言わねえけど、で本当に立花はもう本当薄っぺらいから、薄っぺらいその繰り返し、そしてちょっとしたそのボタンの掛け違いなのか分かんないけど、そんなレベルで今はもう裁判裁判裁判、飲酒代1000円で10万円の総額でやって、簡単にやってくるからね、クソめんどくせえから、だから本当に長い目で見た時には何のプラスにもならない、立花さん何にもプラスにならないってことは、皆さんこれはシェアしてほしい、これは立花だけには本当、そう、一般の人はね、うん、ただもう泥船に乗っちゃって、もう泥船と沈む、一緒に沈むしかないと思ってる人間は、うん、さよなら、まあね、それはまあしょうがないよね、はい、だから温泉不倫君とかもまあしょうがないと思うよ、うん、仕事があるからね、それは仕事の関係だから、それは泥船最後まで乗るべきなんだよ、そこからだって脱出したら叩かれるだけなんだから、それはもう立花と一緒に沈むしかない、だけどちょっとした関係性しかない人間は離れた方がいい、またガーシーみたいに利用されたり、しまいにはね、今やってるような
黒川君の裁判だったり杉田君にも訴訟が届いた。で俺は第1回目、ね、口頭弁論が終わった、ね、12月6日は判決だけど、そんな面倒くさいのに引きずり込まれるだけだから、それだけは本当に考えてほしいかな、はい、ということで山本さんちょっとね長く喋りましたけど、ガーシーについてね、まあ、ちょっとガーシーのアンチだったと思ってたっていうところをやっぱクリアにしたかった、うん、でやっぱり芸能人に詳しい人だから、はい、だからやっぱりそこをちょっとね話ちょっとこま整理したかったなっていうところと、なんでガーシーが、まあ、そういうところでアンチになったかっていうのも山本さんに分かってもらえれば、いろんな山本さん関係の人たちにも知れ渡れれば俺も助かるし、そうそうそう、まあ、ちゃんとね腹を割って話せる人間なんで、サーファーさんが腹割って話すれば絶対何かしらのいい関係は生まれますから。ありがとうございます、まあ、今後はね、立場に絡まないように楽しくネットのリアルへということで、はい、いろいろ山本さんにも協力してもらってるし、はい、まあ、格闘はね痛いんですよ、痛いんです、はい、痛いんです、痛いのがね嫌なんです。遊びに来ればいいんです。そうっすね、はい、まあ、やる必要はないんで、全然。いやでもね、行っちゃうとね、俺も一応経験がありますから煽っちゃいますからね、ちょっとねグローブつけたくなっちゃうんだよね、はい、でちょっとねちょっと加熱しちゃってねなっちゃうんでね、自分の性格は、まあ、配信者はクソが多いですから ね、 自分の分かるんですよ、はい、血が騒ぐっていうか、そういうもともとそういう、まあ、元気かっぱいのもあるんで、だからちょっとねいてクソがブラーってなったりして、だから自分が一番自分のこと分かってるから、今度見学行きます、はい、それはもう約束しますんで、はい、まあ、山本さんとこんなね、はい、おっとまあ風神でガチチャンネルさんとドミネーター君は紹介します、ね、はい、新人逮捕権。そうね、まあ、タッチには渡しません、うん、タッチはお前も、はい、もう諦めろお前は、はい、もうな、お前のところは政党助成金も入ってこねえんだし、斎、はい、藤が斎藤であれだからよな。あとねちょっとね、ちょっと、まあ、これ言わない方がいいかな、ね、小耳でね、これマジの話です。これやばいっすよね。やばいっす。これやばいっすよ。これもうね、今山本さんしか言ってないからね。あと関係者が知ってんのは失敗小僧と宮川さんとあとジミーさんしか知らないです。まあ。これ俺その人に会うんですよ。その方に会うんですけど、今ちょっと炎上してる。その方に俺会うんで、まあ、でも斎藤に関して言えばバカすぎるんで、なんか炎上はさせる必要は無理して炎上するなんかヒントになってません、まあそんくらいにしといてください、はい、炎上は、はい、まあちょっと斎藤君に関係あるかな、うんうん、っていう、まあその、ある、っていうのを今ですね、はい、それ以上はごめんなさいということでありがとうございました、ということで山本さん、ありがとうございました、どうもありがとうございます。